中日、落合博満が白米禁止の立浪ドラゴンズを猛批判。俺流アピールで監督復帰へ。古巣の惨状に辛辣な言葉を発したのは元中日監督の落合博満氏69だ。名古屋ローカルで放送された中日応援番組サンデードラゴンズ CBC テレビの独占インタビューに出演。大批判したのである。チームを率いた2004年からの8年間で、4度のリーグ優勝、53年ぶりの日本一にまで導いた、長名将の言葉はあまりにも重いが、球団関係者は出演のタイミングがおかしいと首をかしげる。先月頃から球界内で落合さんが複数球団の新監督候補にリストアップされているとの情報が出回り始めたのです。落合監督来るー。もう一度お願いします。いやマジで頼む、このままだと有能選手いなくなって5年は立て直せなくなる。2004年同様、補強なしで優勝する可能性はあると思う。しかし落合時代は成績ずっと上位だったけど集客がいまいちだったからな。強いけど面白くない落合ドラゴンズの復活か。中日はなんで弱いの？落合が焼け野原にしたせいだって噂で聞いた。10年以上経ってその言い訳は通用しない。打てないくせに守備力がボロボロ。白米食べれないからだよ。日本人から白米を取り上げるとか狂気の沙汰だよな。白米禁止とかしょうもねえな。わら球団がバランス考えた食事提供するだけでいいだろ。落合もカレー禁止にしてたけどな。言わせが悲しんでたぞ。落合が良いかどうかはともかく、誰が監督になっても立浪よりかは期待できるだろ。